Excellencies, leaders, delegates, the session is about to begin. Please be seated. まもなく開始いたしますので、どうぞ席にお着きください。Members of delegations, please be seated.Excellencies, members of the delegations, please be seated. Before beginning the session, we would like to take a picture of the round table. Please look in the direction of the photographer in front of the flags. Please look in the direction of the photographer in front of the flags. Leaders sitting near Prime Minister Abe, please look to the back.In the direction of the photographers in front of the flags. では、旗の前の公式カメラマンの方にお向きください。Please look in the direction of the photographers in front of the flags.ただいまから G20 大阪サミットを開会いたします。皆様を大阪に歓迎いたします。本年東京では日本では天皇陛下がご即位され令和の新しい時代を迎えました。この記念すべき年に G20 サミットを日本で開催でき大変嬉しく思います。令和の意味は美しい調和Beautiful Harmony。 お集まりの首脳の協力を得て大阪サミットでも美しい調和を実現したいと思います。ここ大阪は古くから交易によって栄えた商人の町であり自由を尊びイノベーションを生み出す紳士の気風に富む我々も大阪のやってみながら精神を持って大阪から世界に新しいメッセージを発信していきましょう。今回の G20 大阪サミットでは対立を際立たせるのではなく互いの共通点を見出しウィンウィンで持続可能な世界を実現するサミットとしたいと思います。そのため第一に自由貿易やイノベーションなどを通じ世界経済の力強い成長を牽引していく同時に格差への対処を通じて成長と分配の好循環を創出しあらゆる主体が活躍できる社会を実現していく。第2に G20 域内にとどまらず開発地球規模課題への貢献を通じ包括的かつ持続的な持続可能な世界を目指したいと思います。それでは第1セッションでは
世界経済及び貿易投資について議論したいと思います。まずは G20 の中核アジェンダである世界経済について申し上げます。世界経済のリスクをモニターし、持続的な成長を実現するのが我々 G20 の最重要の責務であります。世界経済の現状を見れば、足元で安定化の兆しが見られ、本年後半から来年に向けて緩やかに上向く見通しでありますが、下振れリスクの方が大きい。何よりも貿易と地政学をめぐる緊張は増大しています。これらの下方リスクに対処し、必要な行動を取るのが G20 の責務であります。すべての政策手段を用いて成長を実現していくという決意を共有したいと思います。さらに中長期的に持続的な成長を実現する観点から、現在の世界経済が直面している構造的なチャレンジを3つ指摘したいと思います。グローバル化、高齢化、デジタル化であります。これらの課題に対処するために、過度な経常収支不均衡への対処、高齢化への政策対応、国際租税、金融分野での制度面での対応について本セッションで議論したいと思います。特に経済電子化に伴う課税上の課題には早急に協調して対応することが必要です。福岡 G20 会合で合意された野心的な作業計画を承認したいと思います。2020年までに解決策を打るべく、政治的なリーダーシップを期待します。経済成長の主要なエンジンとして、特に貿易とイノベーションが重要であります。イノベーションは第二セッションで扱うこととし、第一セッションでは貿易について議論いたします。自由で開かれた経済は平和と繁栄の礎です。グローバル化による急速な変化への不安や不満が時に保護主義への誘惑を生み出し、国と国の間に鋭い対立も生み出していますが、貿易制限措置の応酬はどの国の利益にもなりません。いかなる貿易上の措置も WTO 協定と整合的であるべきです。現下の世界貿易をめぐる状況には深く憂慮しています。世界が我々 G20 リーダーの示す方向性に注目をしています。今こそ自由公正無差別な貿易体制を維持強化するための強いメッセージを打ち出さなければなりません。その観点から議長として2点問題提示した上で議論に移りたいと思います。第一に、 WTO は時代の変化を反映しておらず、多角的貿易体制の維持のため改革が急務です。昨年のブエノスアイレスサミットで必要な WTO 改革を指示したことを受け、これまで閣僚レベルで上級委員を含む紛争解決制度、電子商取引を含む新しい時代のルール作り等の議論が進展したと承知しています。本日は首脳間でも WTO 改革に向けたモメンタムをさらに高める方策について議論したいと思います。加えて多角的貿易体制を補完するものとして、経済連携協定も重要です。巨大な経済圏を構築する経済連携協定が世界で幅広く発行交渉進展していることを歓迎します。引き続き日本は自由貿易の基礎として、多角的貿易体制の改善や経済連携協定交渉を力強く推進していきます。第二に、広州及びハンブルクサミットをはじめ、これまで G20 で議論を積み重ねてきた国際貿易投資の基盤となる公平な競争条件の確保についても議論を深めたく、皆さんの意見を拝聴したいと思います。
それではここでプレスの皆様にご退場をいただきたいと思います。ありがとうございました。